セブンライブ、セブンライブ、新曲、はい、ステップオンステップの MV が無事公開されました。ありがとうございます。さあ今回はですね、ちょっといつもとちょっと打って変わって、はい、MV の再生回数伸ばしたいよということで、うんうん、視聴回数によって順次動画を公開していくという企画をやってます。これをもう見てるってことは、この前の動画ももう見れてるってことですね。そうです。なるほど。この1個前の動画、あのあれかやばいやつ、やばい、あれか、あのハロウィンバージョンダンスプラクティスがもう世の中には届いてる。グダグダのね。グダグダの。あれファーストテイクだもんね。あれファーストテイク。だからこれがその再生回数に届かなかったら、うん、放送されないってことでしょ。いや、ですね、うん、これは今、うん、もしこれが届かずに期間を迎えてしまっていた、うん、はい、これも全部モザイクで。やばいって、マジかよ、やばいって。いや、ほら、企画内容してるから。じゃあ前のやつもモザイクの可能性あるってことね。前の、もちろん5万回届かなかったら、前のやつもモザイク。フルモザイク。フルモザイク。フルモザイク。やばいよ、モザイク。あれ、前回のやつモザイクだった。意味ないから。何の意味もない。で今回はでもまたダンスプラクティスと違った企画があるという。今回は、はい、いつも同じくおなじみ、ガンちゃん。ガンちゃん。この笑い声ね。みんな好きだ よ、笑い声。ガンちゃんの時は基本ちょっとこちらもね変わってきますから。そうだし、やっぱ我々もやっぱそこに甘んじていけない、やっぱり自社になって、はい、うん、やっぱ改めてこうちゃんと実績を残さないと。なるほど。何も始まらない。確かに実績、はい、大事。そうなんで、そこはやっぱりこうファンの人たちと一緒に頑張っていきたいということで、うん、やっぱ盛り上がる施策をねこうやって考えてますと、はい、やっぱりこのファンの皆さんがやっぱ見たいものじゃないと、はい、うん、見る価値なんて、やってそんだけ回したぞ、はい、これは回した価値あったなということで、確かに見る価値のある企画を今回、うんうん、私とバラエティでね、ガンちゃんで、はい、ちょっと考えてきました。なるほど。ということで今日の企画はこちら、全額自腹ショッピングチキンバトルセブオーダーショッピングの時間です。なるほどね。セブオーダーバトルの時間ですとかけてるんだ。素晴らしい。なるほど。そうですね、このステップオンステップというのはですね、セブオーダーの今冠番組をやらせていただいてバトルの時間ですというね、はい、タイトルにかけて、うん、はい、チキンレースバトル。なるほど。ショッピングやりたいみたいなこと言ってたよ。インスパイアード真田くんです。いや、言ってましたよ。僕は買い物したい。そう、サナピーが、いや違うんだよ、サナピーはね買い物だけじゃない。サナピーは言ってた。何？俺はみんなに夢を見せたい。でも分かります。そのやっぱりこう言ってました、その芸能人の方が何着てるんだろう、うん、芸能人の方自分で芸能人って言わない。芸能人の方ですよ、うん、はい、まあ、いいんですよ。何を着てるかとかね、例えば何を買うかとか、それこそ推しと同じ服着たいから値段調べたりとかあるじゃないですか、ね、そしたらあーすげえなーみたいになったりとか、ね、そうなるかもしれないし、あ意外とすごいうまく着こなしてね、うん、安いのも取り入れてるんだとか、うん、もうその人の性格が分かるわけですよ。なるほど。確かに、ね、確かに、そういう意味で、うん、ってことね。そうです、うん、でも今回でもそういうことじゃないよね。まあまあでもそういうことですよ。あ、そういうことなの、はい、まあざっくりすると、まあ、ざっくり今説明しますと、はい、うん、今から1時間、うん、時間を皆さんに差し上げます、はい、でこの場所から1時間以内に行って帰ってこれるところで、うん、ガチでショッピングをしていただきます、はい、でも本当にそれはもう全然もう欲しいものというか、うん、あこれ必要だなと思うもの、うん、でも自分の財布でってこと。もちろん自分さえ当たり前ですよ。それだけ、それダメですよ。これ自社だからさ、ね、自社だから俺たちの、まあ、撮影用の、まあ、福利厚生費っていう感じ。だって YouTube で全部経費になるっていう歌よくあるじゃん、ね、聞いたけど、聞いたことある。何言ってんの。えダメ。これを見るために、はい、10万人ファンがいるわけじゃないんですよ。わかりますか。そうですね。ちょっとやめてやめて、恥ずかしいから。それはそれで10万人いないんだよ。わかりやすく言いました。10万人なら東京ドーム2回できるよ。こんな企画できるから1人1回でいいもんね。本当にだから皆さんに感謝する。そう、まずこれだけ多分見てこの動画を見たいと思って多分愛してくれた人たち。無理だよ。このとりあえずまあ空いてるということはいっぱい見てくれたんですよ。そうだね。いやマジで本当に。それに対してやっぱり男気みんなの、うん、見たいぞと。そのね、チキンレースって言ったよね。はい、うん、なんでちょっともう一回この続き説明していいですか。ということで上限金額だったりとか、うん、設定しません、はいはい、だから本当に自分の好きなものを必要だと思うもの買ってきてもらっても全然 OK です。これは何個でもいい。もちろん何個でもいいです。なるほど。買ってきたものの総額一番、まあ、結果的にね高くなってしまった人、はい、と結果的にね、ああ一番安かった人、ああなるほど、まあ、言い方変えて1位と5位ってことですね。そうです。じゃあ真ん中狙ってこうぜみたいなことだけど、まあ、そういうこと
じゃないってことね。そういうことです。なるほど、ね、でもなんか本当にさ、反応したいって言ってたから言ってない、みんな言ってた、みんな言ってた、意義ありね、言ってない、俺言ってないですよ、一回も。お兄ちゃんたちが決まっちゃったよ。いやいやいや、僕が決まっちゃってる。お兄ちゃんたちの話だ、話だ、俺決まってんじゃんみたいな。だからいつも最近こう服欲しいって言ったら、それは言ってました。で、まあ、最近忙しくて時間もないから、あ、そうだね、あ、じゃあ聞くでしょって言ったら、いいんじゃないですか。結果的に一番金額が高くなってしまった人は1位ね、4位の人、4位、うん、代金を全額支払う。やべえじゃん。マジでやべえ。自分のも払うしってこと。そう、自分もちろん自分欲しいもの払うし、まあ、4位の人のやつはまあおごり。え、じゃあビリーは、ビリーは2位の人のおごり。だ、結果2位と4位がまあ得してるってこと。まあそうだ、2位と3位はじゃあ何もない。3位はですね、これみんな、うん、あのそれぞれ自分の欲しいもの以外に、あ、これもめっちゃ簡単なもんですけど、うん、お土産、何でもいいんだよ。何でもいいです。おうおうおう、別にガムでもいいわけだ。ちょっとすみません。もう、もう、もう、ケチが出てる。よくない、よくない。ケチが出てる。ごめん、ガムは良くないわ。まさか1個目がガムだと思わなかったっていう。だから設定金額が見えたよ、今なんか。でも、ね、これも別に高いもの買ってくのがいいってわけじゃないから。そうね。このセブンオーダーの今の感じだったらみんな何買うか。それ、はい、読み合い、でも本当にこれはもう心理戦です。なるほどね。じゃあ3位の人が何、お土産全部もらえるってこと。そうです、そう。お土産全取りです。3位は、ただただ自分で買うってだけですね。いや、言い方わかる。大前提、欲しいものを買えばいいってだけだ。そうだね。別にそれだけですよ。なるほど。だから欲しい。何をなんかみんなその肩に力を持って。いや、だって俺は分かんない。急になんか、急に自分のこと始めたじゃん。あのカメラの台数がちょっと違うっていう。急になんか来てるから、俺らもう久しぶりなのよ、この感じ。君の高いはどんぐらい？おー、どうだろうね、それね。これさ、1時間間に合わなかった時とかどうするの？これはですね、はい、ルールがありまして、時間オーバーした場合、はい、1分ごとに、プラス1000円が加算されちゃう。1分ごと、10分ごとなの分かる。まだ1分、え、1分、はい、1位への階段を登ってくれるの。そうです、ね、そうです。いや、10分遅刻したらプラス1万円になっちゃう。やばい。この辺って意外とショッピングないんですよ、うん、そのまあアパレル系は多いけど、それも計算に入れてね、行ってきて。そう、だって本当にタイムズマネーだよね、今日。いや、本当やばいよね。みんなってどんなもの普段買うんだろうな。いや、それは見てもらうと思うんですよ。まあ、なるほど。社長、これ契約書はありですよ。ちょっと待って、何買おうとしてんの。え、どういうこと。誰、そうですね、契約書は、ね、物で1回で買えない系ね。物ではできないパターンもあるって言ってたもんね。契約書とかでもありにしましょう。特別な場合はもうもちろんその契約書とかでも OK。 契約書の話になっとるわ。契約書ってなかなか結ばない。ということで16時20分まで戻ってきてください。はい、それでは行ってみましょう。全額自腹ショッピングチキンバトル、セムオーダーやばいっていです。よーい、スタート。めっちゃやばい、これマジで今から本当に。さあ行くぜ、行くぜ、行くぜ。いや、僕はね、やっぱ遠隔、やっぱその1時間しかないんで、やっぱね、買うっつってもね、ちょっと限界あるなと思って、もう会社の部屋をちゃんと掃除したいなと思ってまして、ちょっとあの家事代行サービス電話ちょっと当日行けんのかなっていう、一回電話してみようかなっていうことで電話してみますね、一回。あ、もしもし、すいません、お掃除、オフィスのちょっと掃除をお願いしたいんですけど、はい、これで当日って、対応していただくことってできるんですかね。なるほど、わかりました。すいません、失礼いたします。当日むずいね。安い喧嘩の、ちょっと俺の目論見みとはだいぶ、いや俺結構当日でいけるかなって高をくくってたんだけど、ちょっとやばいかも、呼べないかも当日。これで当日を選択できなかったら俺はもう終わりです。終わりですね。ダメだ、埋まってる。やばい、え、どうしよう、マジやばいわ、やばいやばいやばい、ちょっとやばい、ちょっと行きます。いってらっしゃい。やばい、やばい。はい、今買い物企画でちょっと迷いながら何を買うか散策してるんですけど、ビリは嫌ですね。
ビリ嫌だからみんなどんぐらいだろうな。いやでもな、俺サナピ結構今回行くと思うな。うん、あんだけ結構まあ一番最初にね買い物したいって言い出しっぺだからサナピーは結構行くんじゃない。うん、10くらい、うん、行くんじゃないかな。どうだろうな。まああとケンちゃんも結構行きそうなんで、あとハギちゃんもこういう時ねドンって行くタイプだから、これはちょっとのあの見積もりを高めにしとかないと危ないと思うんだよね。でも俺もちょっと10くらいは10怖えなこれ。サナピーかケンちゃんはかハギちゃんが本気で1を狙ってくると踏んでる。やっぱタクシー使うのをやめたわ。ちょっとねタクシーじゃなくて歩いて行ける範囲からまず欲しいもの1個手に入れとくから攻めようかなと。うわやってねー、うわやってねーわー、これやってないわ。ちょっとねアイウェイをね買おうとしたんだけど気になってる店がやってないって。ピンチ。まあ、気を取り直して次のとこ向かいます。六本木に来ました。いやーちょっとここで何を買うかってのはね怖いですね。いや僕もね求めてるものがあるのかとかちょっと分かんないんで、とりあえず見ていきますかね。はい、というわけで欲しかったものがね買えずですね、本当にここまで来て結構時間オーバーしちゃったんで、もう値段とか見てないです正直。僕も震えましたカード会計した時に。あのでもそのもしこれがじゃ自腹で買ったとしてもその長く使えるもの欲しいなと思って1個買いましたよ。俺人生でこんな高い種類のやつ買ったの初めてです。というわけでまだまだ帰り道で何かあったら買っていきたいと思います。ではというわけでもう悩みに悩んだ結果本当に欲しいものっていうことで、よく行く家具屋に行きます。ちょっと部屋を模様替えしたので本当に机とかあの仕事用 あのスペースをちゃんと家の中に作ろうということで、ちょっとそのそれくらいしかちょっと今思いつかないんで向かっております。あと20あと40分ないです。38分、もうこれも一撃で決めるしかないんで行きます。どのくらいで帰る渡せばあとどのくらいだろう。今何時ですか。4時くらいって言ってます。マジですか。いやいやすいません、本当すいません。優しい。みんなここで買い物してください。お土産も買いました。でも普通に楽しかったです、買い物。あと10分前です。いいんじゃないですか。その自分としてはもうこういう企画じゃないと買わない値段のものを買いました。本命が欲しかったものはまあ買えなかったけど、てか1時間短いですね。というわけで、お楽しみに。やばい、時間がない。走るぞ、俺は。4時20分集合なんですけど、21分ということで、2000円追加されてます。そして僕は何も変えていません。本当にまずいです。4位か3位だ。2位になればいいでしょ。何も買ってなくても加算されればいいの。っていうこれ抜け穴あるな。やっと買ったぞ。やっと買ったんだけどタクシーが捕まらない。タクシーが全然いない。これは困った。ちょっとこれ持ってくしかないかもしれないです。はい、ということで、はい、ショッピングから戻ってきましたが皆さん、やばいショッピングできましたか。やばいっけ、ちょっと疲れた。よくそのテンションで仕切れるね。偉い、マジで。見てか
足だくなやばい。いや違う。違う。間に合った人はまず制限時間。間に合った人はまずモロが30分前に来たんだよね。え？およ。で、俺が10分前に来た。もう俺とハギちゃんはもう全然ダメだよ。なんか俺20分ぐらい、25分ば。プラス2号してるわけでしょもう。はい。カンパネーって。俺もう40。長津は40分。40分以上。マジでやばい。それで言うと何？え、いくつ？よ、4万。長津さん47号出てます。え、4万7000円じゃん、お前プラス4万だ。やばいって、それは。いや、まあこれもちょっとまた順位が変わる。全然変わるでしょ、この値段は。半分以上遅刻したってことだよね。0円のもの持ってきても4万7000円やばいんだよ。いや、ちょっとね、こんなにガチなんだっていう。いや、そう、これも思った。怖い。改めてやっぱセブンオーダーってほんとやっぱリアルだな。やばいっしょ、まあ、いや読めない、ね、セブンオーダーって読めない、他社を。オープニングの時から全く分かんなかったもんね、うん、みんなのスタンスが。そうだね、お土産、うん、3位の人はお土産いただける。そうだ、ね、あ、嬉しい。まずはちょっとみんなお土産買ってきた、はい、お土産にするんですよ、はい、せーの、ダン。え、ダン。これじゃなくて足早いって。だから3位なんて取りたくないわけよ、みんな。そうな。だってさ、そうす、中途半端な順位だし、普通に自分で金出して、ね、だからそいつに癒してあげたい。絶対いいやつじゃん。いいやつだよ。いや、いいやつだよ。八百屋で買ったよ、八百屋で。どう、ここまでに八百屋だって。八百屋、八百屋あんだよ。これをお土産に買ってきてるってことに俺は今震えてるよ。そうだね。どっちかってそれだよね。やっぱり癒してあげたい。やばいよ。この風味に。じゃあ、僕はもう見てわかる。僕サボテンの。あ、いいですね。サボテンいいね。もっとする。あ、いや、持ってはないんだけど、うん、せっかくだから、うん、お土産って言ってもその、うん、一発で終わるんじゃなくて、はい、あの時あんなゲームしたなと、はい、で俺はつまんねえ順位取っちまったなと、これを呪いだ、これを見るたびに思い出しちゃう。こいつね、呪いだな。思い出しちゃうじゃん。俺はつまんねえと、俺はこんなんじゃダメだって、うん、毎回思ってるじゃん。すごいね、真逆だね、アプローチが。そうだね。俺ね、サングラス。え、それがさ、折りたためるやつ、それ。お前やばい。基準値高くない？お土産？お前やばい。基準値高いよ。ちょっと俺忘れてたの。いろいろもうありすぎて。お土産、お土産やばい。うまい。あって、メガネ屋さんが、うん、これで、これで、つって。無駄見てねえよ、こいつ。見てないから。じゃあ、やばいわ。サナピー。ちょっと弱くなってくるわ。俺、飴です。やば。やっぱね、まあ、ね、有言実行だよね。でも、ちゃんとこの可愛いさ、カント？お土産って本来はこういうもんだからね。そうね、そうね。これ違うし、これも違う。本来はこれお土産だよ。お土産だろ。お土産だよ。自分で買わないもん、そんな。八百屋のお土産。一番お土産だって。楽しみだよ。めっちゃ嬉しい。俺、急に3位取りたくなった。これもないんでしょ。俺は、結構クール。かっこいいリップ。かっこいい。あ、いいお土産。嬉しい。なんか白のこれを見ると3位も悪くねえなってさ。いや、そうだな。3位悪くない。全部もらえるんでしょ。ジンジャーリップ。じゃあ、そうだね。そうだね。でも3位は喜ばしくはないですよね。まあ、自分で払うしね。そうね、自分で払いつつ、その中途半端ね。いや、それはやばい。まずなんかここをこのその人のところに全部まずね、まずね。じゃあ、うん、じゃあまずは、はい、さあ第3位から発表していきたいと思います。はい、全額自腹。3位は嫌だ。3位はまだ嫌だ。セブンオーダーショッピングの時間です。第3位は3位は嫌だ。